こんにちは、プロトリーフチャンネル。今日はこちらのイングリッシュアイビーの管理方法についてお話ししたいと思います。まあ、これ通常アイビーって言われてる植物なんですけども、まあ、ヘデラヘリックスという植物になるんですが、いろんな種類が今出てますね。まあ、こういったハート型の葉っぱだったりとか、まあ、すごいミニチュアサイズの葉っぱだったりとか、まあ、いろんな模様が入る葉っぱだったりとか、まあ、いろんな種類が出てはいるんですけども、基本的にですね、まあ、丈夫なものが多いので、室内で観葉植物としても使われますし、まあ、お外の庭植えにしていただいて、グラウンドカバーとか、まあ、吊り鉢の仕立てなんかでも、まあ、幅広くいろんな用途があるんですが、管理方法としてはですね、どんどんつる性の植物なので、まあ、絡まるものがなければどん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 伸びてきますから、ある程度の長さで止めたい場合はもうバシバシ切っちゃって構わないっていうのと、そうですね、まあ、どうしても室内とかですと暗いところに置きたい気持ちになってしまうとは思うんですが、暗いところにですね、こういう灰色の明るいものを置いてしまうと、まあ、すごく傷んでしまうので、まあ、基本的にですね、まあ、室内のどうしても暗い場所で置かれるんであれば、こういう灰色の暗い緑一色のアイビーを選んでいただくといいんじゃないかなと思います。やはり緑一色の方がこういった色が模様が入るものよりも、まあ、強いっていうのがありますので、置き場所で、まあ、アイビーのいろんな種類を使っていただいても面白いんじゃないかなと思います。で、灰色の明るいものを室内に置く場合は必ず明るい場所に置いて管理していただくといいかなと思います。アイビーは暑さと蒸れに弱いんで、夏場ですね、締め切ったお部屋とかにずっと置いといてしまうと途端に蒸れて腐っちゃうことがありますので、真夏とかにどうしても外出して構う暇がないんであれば、お外の日陰なんかに避難してあげると調子よく育ちますので、水切りだけ注意して管理していただければいいかなと思いますので、ぜひやってみてください。